さあ皆さん見て一目瞭然の通り、本日は大阪に来ております。私たち夏ママツアー、あれが有名な拾えてるよ、文明の力なめんで、ねえ、こんなに人がいるんすね。すごいですね。モザイクかけれるんすか？モザイクとかかけません、僕たち。それアウトだろ。僕たちはかけません。ほら、あれが有名なグリコだよ、みんな。知ってるね。まあまあ、じゃあちょっとね、行きましょう。何食べたい？何食べたい？もういいですよ、もう。もうなんか、人に疲れちゃったな。なんか昼間元気だったのに、負けたから元気なくなったよね。負けたのと、うん、もうなんかあの人に疲れちゃったな。大丈夫、俺も負けたから。うわ、あれ見て、あれ。すげえ人いる。これあれだね。あの阪神優勝した時にあれそういうとこでしょ。そこ信じらんないぐらい人いるけど。すごいな。とりあえずね、松本の元気がどんどんなくなってく。来る時新幹線でモンスター出る時超元気だったのに。人混みが嫌いなんです。田舎もはい、人混みが嫌い。田舎もんだな。そうなんです。でもあれだね、せっかくだからさ、お好み焼きか串カツを食べたいね、せっかくなら。そう、わかるわ。これあの原宿でゴリパラの人たちがもうやめようってなった気持ちわかるわ。もうちょっともうもう気持ち悪い。じゃあお店に入ってからにしましょうか。ということで、客引きのお兄さんの言うがままに、僕らが想像するのとは違う串カツ屋さんへ。とりあえず乾杯。これは負ける明日。押し負けている。ということでね、とりあえず串カツ屋さんね。思い描いたあの、なんていわゆる屋台っぽいですから、なんか走るとこ、なんかあの目の前でやるみたいなカウンターのイメージだったけど、まあこちら非常に静かで、僕ら以外にほとんどお客さんがいない。前かどうかはちょっとわからないけど、ちょっと来たらねご紹介したいと思います。噂のソース煮付けなしという串カツ大阪名物ですね。さあ、じゃあ松本風呂行ってください。色付け禁止よ、これね。うん、柔らかい、おいしい。あ、おいしいですよね、うん、それはね。柔らかい、ビールがすむ系のやつですな。うん、おいしい。アスパラ、あ、ちょっとアスパラいってください。 100% 激アツなんで。ガス、松本風呂ね、信じられないぐらい熱いの食えるんですよ、皆さん。俺結構熱いの食えるんだけど、俺よりさらに食えるんですよ。結構バケモン級に食えるんだな、熱いの。ぶっ壊れてんじゃねえかってぐらい。多分すっげえ熱いんだ、本当は。多分ね、信じられないぐらい熱いはず、アスパラって。うん。すげえね。よく大丈夫だ。だからすげえ熱いんだよ、これ。あった。うん。うん。ジューシー。いつもそれしか言わないけど、ちょっと違うのいきますよ。これは何でしょうかね。すげえ味、キスかな。やばい、二度漬けなしなのにちょっとしかつけない。これはキスですかね。でも熱いからこそ美味しい。これはうまい。これね、例えるならばあのケンタッキーのフィッシュにそっくり。下がってる、下がってる、そっくり。うん、例えば下がってる。食べれます。うん、これでもね、結構うまいからあっという間だわ。うん、さらっと食い切っちゃう。おいしい。できれば俺あの食い倒れましってことなんで、はしごしたいんですよね。揚げ物や練り物、あの粉もん。理想はお好み焼き行って、最後うどんかラーメン食うっていう。うどんかな。今この後、この後お好み焼きとネロネ食ったらすげえことになりますよ。でもまだ時間はあるからね、まだまだ。今日早いから。じゃあちょっとね、もう一軒
手ぐらいちょっとはしごする予定でちょっとここで止めときます。ほい。いやー2軒目なんですけども、あのですね、うっかり、食っちゃいまして今の今まで気づかず夢中に食って、あのツイッターの写真など見てください食っちゃいましたね。2軒目お好み焼きいただきました。満身創痍です。今10時なんですけど、松本プロもう帰ろうホテルに帰ろう全然お前なにわの夜をお前楽しむ気ないがな。パス。眠いの？そうですね、明日頑張って、そうっすね、あのナスママグッズプロジェクト中なので、ぜひ勝利で終えて楽しい大阪の思い出としましょう。頑張ります。よし。さあ皆さん、おはようございます。ございます。ナスがママにのお時間でございます。はい、やっぱこっちだね。こっちだ。ほーパチンコ屋の前くらいこっちだもんだよそうだそうだ。あのね、もうね、やっぱね、我々のホームはパチンコ屋さんですよ。そう、ね、どういうことですか。あそこ居酒屋からね。もうね、昨日のね、なるほどなるほど、あの橋の上のテンションとはね、打って変わって、さあというわけで、今回ナスがママにの舞台はなんと大阪府にございます。おい、デルサマックス、西谷本店さんでございます。いや、非常にお初でございます。派手ねえ、何模様っていうのか、派手な店だ。おい、なんつったらいいか、うん、ね、初めての、大阪でのナスがママにということで、はい、うん、ちょうどね、ナスママグッズプロジェクト第2弾、はい、あと何枚でしたっけ。ただいま、うん、37,094 枚で、うん、残り2,906 枚で4万枚達成。はぁ、結構詰めておりますよ。3000枚弱。そう、今日達成ありえるというね。ほう、全然ありえますよ今日。これはどうしましょう。結構ね、僕ちょっとビジョンとしてはね、アステカなんかもいいかなと思ってたんですよ。そうっすよね。ただまあ確実に3000枚は間に合わないです。まあ、大好きな南国もやっぱやるのに時間かかるんで。そうですな。今日決めようっていうんだったら、まあ僕の希望はミリオンゴと神谷の凱旋でいいでしょうか。やりましょうか、久しぶりに。僕にですね、やっぱりこう凱旋の出し方をね、教えてほしいぐらいね。まだかい。でもあのちょっと話題だったよ。だってあのマノンダさんかな、うん、で僕はあの謎ループで、あのあのなんていうんですか、わからないうちに手玉を構築した時の 1D の妬みがすごいっていう、うん、いやあれね、見ました皆さん。あんなことね、ゴッド打つ人ならわかると思うんですけど、ないんですよ。基本ないんです。ああやって出すんだよ。私ゴッドね、1000円でゴッド引いて負け取るんすから昨日。分かった、やろうじゃん今日、うん、もう一回やりましょう、よし、3000枚ね。3000枚、プラス3000枚すれば、うん、グッズプロジェクト達成。まあ、そしてね、ミリオンゴッド神々の凱旋、アナザーゴッドハーデスだったら、ウギトギだったり、もうね、うん、ぶっちゃけですけども、打てるのもあと半年にいいぐらいです。そうなんですよね、うん、なくなってしまう。なのでここら辺で一発どでかいのぶち上げて、いい思い出作っとこうかと思います。そうですね、わかりました。じゃあ大体、まあ抽選が39番なので、はい、正直取れるかどうかわかんないですけど、取れなかったらまた考えます。それでは、見事勝利で飾ってナスママグッズプロジェクトも達成と愛になるように頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いいたします。それでは実践いってみよう。探してる。置き時計空いてる。置き時計空いてても持ったろな。今日は向こう角ない、あれ。角空いてんじゃない向こうの。おい、ほら、おい、角空いてる。笑うやろ。あれ、ちょっと回ってる。おい、7件、あいつが7件。おい、これ罠か。おい、やってやるからな。やってやる。じゃあもう
望むところだよ。やってやろうじゃないか。朝からゴッド満台だね。おきどきも満台ですね。ゴッドおきどき満台ですか。いい感じのか。ここの店員さんの服やばいだろうね。あ、どうなってんの。ブラジャーマックスなんだけど。え、あれ店員さん、あ、まあ、なんていうの、コンパニオンさんっていうの。ああ、でしょう。いや店員さんじゃないよね。店員さんではないかな。ブラジャーマックスってベルサマックスさんだよ。ブラジャーマックスって意味がわからないから、ね、ブラジャーマックスなんだもん。もうちょっとなんか違うのないのかな。ブラジャーマックスってどういうことだ。ブラジャー戦マックス、戦マックスだ、ね、はい、悪い気はしないね。よしよし、さあ、一通り準備が終わりまして、ミリオンゴッド神々の凱旋、昨日1D がボコスコやられた、リベンジとともに3000枚を取れば、ナスママグッズプロジェクト達成ということで、うん、行かせていただきます。すでに7ゲーム回っておりますけれども、キッズの1人が角取って7ゲーム回して、いやここの方が収録しやすいんじゃねえかってどいたらしいです。ありがとうありがとうかという体で朝一の状態チェックしたからどっちかです。キンキン言わねえと、左グースと止まってますからね。あ、さあそれでは参りましょうか。久しぶりのね凱旋スタートですけれども、よく話しかけてくるおじさんたちがいて、はいはい、その赤7を引いてるからもう拍手で、うん、やったねお兄ちゃんやったねみたいな、やったねと。でそっからのさ、なしたねなしたね、SDG の流れがすげえプレッシャーなわけですよ。はい、リプさん、もうリプさんかよ、早いな、うん、早いな。もうリプ俺の話、もうリプ4すから、俺の話無視だ、もうリプ4する、もう大丈夫、もうあの一生懸命喋り始めたおかげでこれリプさんしてるから。リプ4とか1回もしなかったよ、うん、俺昨日仕上がってね。尺取るカットしてもらって構わない、戦うまでカットしてもらって構わないから、うん、そうなんですよね。あと左がね、左がゼロってのがね、一発目のリップさんは残念ながらかな。これ当たったらね、でかいね。隣のキッズがワオだよね。これゼロだったら書くじゃないですか。残念ながらリップさんはそれ、あ、熱っ、右上がり、右上がりで戦車が起きるときってモードアップとかなんか偉いのかね。なんかそれどうなんだろうな。なんかだったら戦車いらねえよって思ったときない、うん、演出の強弱はさすがにあるような気はする。例えばあの激圧、あ、まあね、やっぱあの本編中とかに出る気がするし、あ、だからね割といい雰囲気で吹いてるけど、いや雰囲気で吹いてる、下がってたら厳しい、わー、あいやいやいと、正直ね今の5回やと、これはめっちゃ出ちゃうから、うん、めっちゃ出ちゃうやつ、めっちゃ出て俺の恨みを晴らしてくれ、恨み晴れないでしょ、恨み晴らして お金もくれグリーン車で帰らせてくれ、お金もくれグリーン車で帰らせてくれ、うん、俺をグリーン車で帰らせてくれ、新幹線で来た時は立っていただいて構いませんグリーン代を出してくれ、うん、いや違うんだよ違うんだよ、3000枚がかかってるから。あ、そうだったそうだった、それやそれやったそれやった、そうそうそう、それやった、すぐ目の前の自分の懐が、うん、富をね、富がね、富に目を奪われてしまうけど、なんかね中田の先輩としてね、うんと何の前兆これ、ジストップも V ゾロちゃん、やばい、そのワンリプ後でその彼は5000万持ち帰ったからねバケモンだよ。一応当たる可能性あります、これ話聞いてたけど、あ、リップさん、あらららら、どうした、あら、あ、どうした、何それカキ、カキ、え、カキ、カキ、カキくれんすか、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、カキ、カキ、大阪のご夫婦がカキ、カキをくれました。そんなことある、まあまあ、めちゃくちゃ大事なタイミングでカキをくれ、当たります、当たりますか、
こんなカキってやつあんの。カキパワー。カキ。ただね、僕今日リップ3回目でしょ。俺ね、大体ね、分かるんすわ、これのね、原因が。今日ね、リップ3回目やろ。今日ね、あのおみくじをね、代わりに引いてきてくれた方がいて、はいはいはい、何て読むんですかこれ、苦悩ですかね、苦悩残東照宮、違ったらすいません、違ったら失礼しました。調べよう、はい、これはね、間違った情報をお届けすると額がないなって言われるから、もう現時点で額がないことは確定してるんですけど調べよう。久能山東照宮というところでおみくじをね、引いてくださった方がいて、私小吉だと、馬車の代わりに引いてきましたなんつって、勝負ごと辛抱すればよくなる、じちちゃ辛抱すればよくなるって書いてあるんです。なるほど、もうね、開始から167ゲームでリップさん3回ですわ、リップ4できずに苦しんでおりますけれども、全然辛抱に入らないけど、こんなの俺昨日俺辛抱してる今3000ゲームぐらいでリップさん3回なのか。俺もだってあのリップさんとリップさんまあまあ近かったやろ、あれが繋がってリップ6だったらジストップ3個かと、だから辛抱してる今、辛抱高みだよ望んでるところが高みだよお前、今俺辛抱してる、だからそろそろ辛抱すればよくなる。分かった、でも当たるとこなんじゃないの、これ本前町の可能性もある当たるとこなんじゃないの、あれ違う、あれブラックホール消えてるじゃん、お目が当たるとこって見守ってたんだ、カキもらったの全部吹っ飛んだよ、当たるかもよって言ったんですけどブラックホール消えてるわ。あ、そうだ、だから本前町は否定。じゃあリップ8 まだ3だから、8まであるよ、右で引けてないな今日今日ってまだ演出弱い、いやでも5だよ、5の方が熱い、落ちた、どうなの、あれまだ前兆中なら前兆中で、あーなるほど、 G ストップして、前兆っぽくないね、じゃあなんでゼロ煽りが出ないのか、まあ 無で出ない時もありますからね、そっか、無修正されたけど弱くて、いや前兆中、うん、前兆じゃないなら女性の対応するよ、ちょっとあと10ゲームください、あーコインがない、対応しよう、コインがない、早っ、はい、分かりました、コインなし、コインないの早いな、最近ちょ本当調子悪いですよ、本当最近調子悪いんだよ、はぁ、いやーはぁです、早くもはぁです、やったれやったれ、よいしょ、おい、ギアチェン、ギアチェン、はい、おい、やばい、やばいよ、アラシステム うお、引いた、あーマジか、よく引いたけどな、はい、消えるよねちょっとね、ちょっと朝一は仕上がってな、全部その笑いやでした、すいません、すいません、あーすいません、ありがとうございました、夢をありがとうございました、あー出た、レンちゃん、うざせんだよ、さあ来た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 、やだよ、さあ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 、乗りじゃねえよ、乗りじゃねえ、乗ってねえよ、さあ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 頼むよ、外線の方が得意で、外線の方がな、
はぁ、何何何なの、いや、あれしようかと思って。お守り使うの、うん、お守り使うのか、金のなる木それオカルトバッチコイじゃないのよし、大丈夫だ。まずは鏡、えい、4個、4個ないから、はい、うん、最大3つだから。最近止まんねー、あんなに狙ってる感じ出してる、止まんねー最近。まあ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 、鏡出すのうまいな。おい、こってことはないだろ、こってことはないと思うよ。ゴーばっかだな、さっきと同じじゃねえか。ゴーは揃えないか。ちょ、俺が提唱してる殿下の宝刀使ってよ。やだよ、使えよ、どうせ揃わねえんだから。トトトトトトンでしょ。そうだ、結構浸透してるから。あれ押し順見すぎそうだもん。今日やってくれって人いるから、ね、あれだろ、鏡がない時だろ。でも鏡があった方が強い。結構せっかく狙って5しか出ないんだから。あータータウン、タータウン、いや、これはさすがに無理。あいつ鏡狙って止まんないときは鏡じゃないのを狙った方がいい。実はね、2ゲーム目それでやってるよ。あ、そうなの。じゃあ鏡狙おう。嵐さんはね、この辺だっつって。でもね、滑るから、速いから、その辺だよ。全然違え、マジか。全然違え。死ぬ気で転廃させる。3分の1、3分の1、よいしょ、いや、うまっ、オーケー、どやか。うめえ、うめえ、うめえ、凄まじい量のギャラリーに見守られながら、V を、このドヤ顔見てください、お客さん。いやいや、やりました、やりました。今、鏡止まらなかったとき、一瞬心折れてるから、一回、今ちょっと驚いてるから、多分ほんと、一回心折れてるから、あれ。うまかった。危ねえ、素晴らしい。危ないんだよ、もうすげえ汗かいたよ、多分。危ないんだよ、一個も得がないんだから、こっちには。そうね、ええ、うめえ、よかったよ。ああいうとこ決めんのうまいな。早くも SGG、 あ、もう青くなってんじゃん、だって。あ、出て出てるな。広島から来てるんで高速代をいただきたいと。広島から出てるね、高速代出てるよ、もう。おーっと、いやー、チャンスかー、弱い。あるよ、あるよ、あるよ。このぐらいまで来るとな、勝手に出た方がいいんじゃないかと思ってるけど。あ、いいね、2連はいいよ。右上がり、よし、よし、おー、いかない。わー、むずい。ノー乗せ、ノー乗せ。全部ぐらい、なんとか広島まで帰れるように、取り切れるようにしておきました。歩いて帰る。うまいこと言う。うまいこと言われる。いけるか、行っていいか。うわあ。打ってていいか。すげえの来た。なんや。ブルガリア無双来た。何ブルガリア無双。これマジか。あ、ありがとうございます。なんや。バチ、ブルガリア無双来た。ブルガリア無双です、皆さん、これ。アホだよ。久しぶりのアホだよ、マジで。これはすげえな。いやーねー、まあまあぶっちゃけ好きなんですけどね。大好きだよ。好きなんだよ、うん、大好きだし。ありがとう。なんだったらコンビニで毎晩買ってるよ、うん、買ってる。あの、うん、愛用品だから買ってるし、食べてるよ、うん、愛用品です。でもおかしいだろって、俺これから5時間打つわけ、うん、まあこれどうやって保存しとくんだよ。おい、おめでとう。え、なんてなんて、早いな展開。なんてなんて、教えて、教えてあげて。なんて、あの、一緒にあみだくじ選んでくれた彼女と結婚して、もう子供生まれてるって。え、嘘、早くない展開。あれつい最近じゃない、あれ。 ABCD で好きなローマ字はありますか。ABCD で A、 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 あー、惜しかったな。惜しかったな。 B で、 B で、 B で、 B で来た。そっか、おめでとうございます。よかったわ。
いやあの人子供生まれたのビビったな。あのナスパラシステム第1回の涙を選んでくれたカップルの方が結婚してお子さんまで出産される最短コース。最短コースだよ。バッチだから B の方がええんちゃうっつってジャグラーを選んだね。あのお嫁さんになってね、お母さんになられる。そうだそうだ。ブーン、早えもんだな。いやね、皆さんわーわー言うておりますが、ミニオンモッドの方はですね、250ゲームしか待てないというね。そこなんですよ。だからね、僕もタバコむすらずに回しますと。そこそこモード良さそうですけどね。いや今ね、また立て続けに公約引きまして、はいはいはい、天国準備ぐらいにいるんじゃねえかと思ってたんですけど、これレア公約なしの前兆状態ですよ。ただ今さっき言ってた出産の旦那さん、うん、出産祝い G ストップお願いしますと。いやまずいだろう、あいつすげえ入れてたぞ。出産祝い G ストップお願いします。ちょっと待って、お祝いになるか知らないが、やばいよ絶対。嫁と子供の運命がかかってるから自分でやった方がいいって。でもさっき V ゾロしたから G ストップはいけんじゃない。絶対やれねえって。さっきの SGC 見ただろ、覇気がねえよもう。まあ、G ストップはいけんじゃない。おー嫁見てるか、旦那が後で見てくれ。旦那がまあまあ負けてるぜ。それは見せない方がいいんじゃないか。おー嫁見てるか、それは見せない方がいいんじゃないか。頼むマジで凱旋の神様、これは出たい。これはねめでたい場なんだ、ね、え夏が守りで子供が生まれました、ね、ここでさっきの V くれよ神様。神様、お子さんが生まれております。新しい命に2000枚ください。お願いします。おしゃぶり G ストップ。おしゃぶりじゃない、7あるぞ。 S でもいい。 S1鏡は定格だな。あーはい、5好きだなお前。あら、おい複雑。2ゲーム目の5点敗は複雑。定格だ、鏡定格だね。135、お135、133、133、そうだよ。あと2ゲーム絡む。うわ厳しい。うわさあどやすめ。ない、ないか、ない、みなこしかないから、それみなこって嫁さんなんていうの知らない。うわー、絶望絶望。うわ135しかない、もう111と135が扱い一緒よね。そうそうそう、さっきと一緒だ。苦笑いということでね。まあしょうがないね、これは。すまん、これはしょうがない。嫁、子供、友どもすまん。まだ物も話さぬであろう子供にも謝っておきます。普通にバッチに5万ぐらいもらった方がいいよ。ご主義でな。嫁さんに怒られてくれ、嫁さんに怒られてくれ。あの子供乗ったんで帰ってみてもやってもらって、あいつのせいやって、あいつのせいや、ごめんね、負けたのはあいつのせいやって。ごめんごめん、すまん。ちょっと俺トイレ行ってくるわ。もうはいはい、売っときますわ。ボットでも、おそう、本当にちょい、これあれだ、これすればレア子役引いてない心当たりのないね、今全長中でございますんで、もしかしたらこれ、D がいない間に当たる可能性はございますね。
よっと。あ、全身終わったか。お、全長は、あーこれ俺やろ。投資が今11000、おそらくこれ本全長じゃない。よし来たー、 V ゾラ来たー、来たよー、よし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 、投資11本でございます。よっしゃ、天国ほぼ間違いなし。これはね、来たよ。市川ディレクター見てますか、 V が揃ってますよ。石川ディレクター、 V が揃ってますよ、 V が。やっておきました、待ってる、待っとく、待っとこうか、ちょっと。こうお土産でちょっと隠しとこうか、しとこう。てれーん、うって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 ーでーてってって。あー持ってんのダリー、押せ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 、本線長かもっつってたじゃん。あれ、あ、ここからすぐ当たってんね、277だからでしょ、うん、ってことはなんか水曜どうでしょう、でーん、えと思いきやダッシュ、うおー何故、天国でしょうね。なんでお前だから天国で 3つとか取れるんだよ、それが凱旋の出し方だって朝言っただろって。そんなことできるやついねえだろ。だからさあ参ります、投資は1万1000円でござる。うわ天国うめえ、オッケー、おはよう天様、俺は昨日1回待ってないけどなお前この野郎。さあ始まったでござる、全然俺のところに出てこねえんだてめえはよ。だからだからだよ、またもうすぐだよ。はい始まりました、 1D の 1D の妬み嫉妬クロコーナーでございます。3000ゲームぐらいで1回も天国行かなかったのね。はいもちろんもちろんもちろん、はい、いいですよ、紙持ってないですよ、違いました、これね多分ね今日あれだと思うよ。僕はまだ打ってるからあれだけどね、こいつはこいつは打ってないから多分話しかけても大丈夫だろうということで ね、D がですね番組に参加できないというバリックスを話しかけないです。多分ね、おそらくあのラスカバガリを見てる人はあのねやってると思うんだけど、サイン書いてくれ、サイン、サイン書いてくれ、サイン書いてくれ、よし行こう行こう、よしよしよし行こう行こう行こう、よし行こう行こう、よし行こう、よし行こう、よし行こう、いやー V揃いはでかいな。でもね、この300ゲーム、最低300ゲームございますけど、正直この300ゲームで勝負決めるぐらいの覚悟でやらないと凱旋を取ったらプロセスは無理だ。そうっすね、めっちゃマリモさん似てる人いる。マリモさんじゃないの、いるか、めっちゃマリモさん似てる人いた今、決まった髪型までそっくりだったよ。マリモさんがいるわけやるかい、マリモさんにそっくりだなあの人。出ろ出ろ出ろで、ね、いるんだったら、いるなら全開
へえ、マリモさんいるんだ、デルさん。いないいない。いない。働いてるだろう。ずっと見てる。確実に働いてるよ、どっかで。なん、リーチ目出ねえの。抜けちゃうパターンか。ああ、鏡が出てる。そい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 、3セットで終わりそうだな。いやー、なんか欲しいな。なかなか欲しいね。こっち。さあ、V ゾロイが保証してくれた3セットおしまい。974枚。またよ、いっぱい取ってるな。相変わらず気が長い順調です。これは全部弱いパターンだといいな。おお、いいね。そうだね、この辺ここで大体起点するんだよな。ここでしちゃうんだ。こうすると結構、おお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 お。大体のさ、弱いのを最後まで願ってやるパターンさ、大体途中でキナナ、ね、キーンってなってそれがすんげー弱いんだよ、大体抜けちゃうね。終わりってなっちゃうんだよね。まあまあ、順当ですよ。つながり3セット、多分、まあ、ハーです。あー、すぐ話遮る。温泉町だ、多分外れる。そうだよな。うん。え何で俺の店から話。これはいないだろうな。若干そんな気がします。558の鏡は普通。まあまあまあ、普通パターン。わりかしでもまあまあ立ち上がりとしてはいいんじゃないかっていう感じはしますけどね、うん。ただまあ唯一の懸念としてはもうすでにリップさんを3回使っているという状態ですね。3回しかだね。まあ、だあの6でも5回に1回しか当たらないんで。ただもうね、5回引いてたら死んじゃうから、そこをね、やっぱね、上なんであれば前倒しでね、アピールしてきてくれないと、リップサンス、はいはい、さあ、リップサンうまいな、松本氏。これ4回目っすね。やばいね。欲しいな。青、青、ここにも一個青。あー、弱いやつ。おっ、いないか。割と強い。 V と7が絡んでます、ね、割と強い。行くか。え、あっか、あんの。あーあー、あー、いないんだね。今のは期待させてくれたね。ちょっとね、7と V 絡んでたんだね。残念、4-0。4-0の風。どうするかな。どうもこうもねえけどな。満席。なるほどね。夕方前ぐらいちょっと仕事終わらして覗きに行ってみようっつって、うん、腰出てたね。だ、待ち待ってる人もいるし、やめにくいと。で、そんな中でやめれるとしたら十分な出玉を得た人たちだとっていう理論かな。ボット引かねえかな。こういう話してる時に引くんだよな、大体。いや、僕ね、マジで、そろそろマジで、さあ、そろそろ本当に第一停止。あら今の全然あれだったわ。割と良いな。右上がりで当たったっぽいな。さっき300出たから上にはいたかなと思ったけど、割と、うわー、割といい。上げてた。割といい、やっぱり。よし、奇数の上って感じの印象ありますね。でもね、ほらね、天国で割ってると連するんですよ。しねえんだよ、大体。連するんだな。すんな、連しちゃうな。ここ。ここね。
かっけー、ここはかっこいいですよね、わかる、わかる、今んとこだけ非常にわかる、今んとこだけギターで弾きたい弾けないだろ、弾けないから弾きたいのよかっこいい、絶対気持ちいいじゃんそれ気持ちいいでしょうな。そういえばね、この間ね、はい、枠内にゴッド2つの人がね写メを見せてくれたんですけど、同じ日にハーデスでゴッド、冥王って並べた人が写メ見せてくれました。うわすっげーっつってゴッド引いてバー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 ってなるじゃないですか、はい、でって始まるときにデンデンデンってなってる間にブーってボタンが出てきてほしいんですよ。すっげーでボタンを押してみたらスパーッと飛び出まって、でもう全部聞いちゃった演出したらね、そのね、その揃ったハーデスあるじゃないですか、はい、1150乗った、ふざけんなよあのね、一個もやったことない、お前が今そうなんよ、お前が言った今エピソード俺一個もやったことないっすよって、僕ら1000乗せたことないっすからね。いやマジね、なすがままにもね、たくさんの方に見ていただけるようになったからね、マジでね聞きたい、ガチで聞きたい、3個いますか、枠内3個、これね、別に何かあげるわけでもないから嘘ついてもしょうがないんですけど、だからもうただ単純に興味いる？いるって言ってくれたらもう俺らは純粋に信じる、だからね、嘘ついてもつまんないだけだから、マジで一回ね、何でもいい、メールでもツイッターでも、もし本当にいるんであれば一回挙手してほしいな。これいねえな、どうでしょうか、これ鏡、右上がりか、いたいる、だって下段だったら確定だからね、あ、下段もセーフか、え、下段の偶数揃いも、下段の偶数揃いは確定、 G ゾーン中の下段の偶数揃い確定、あ、G ゾーン中は、はい、あ、俺初めて聞いたこれ、あの、滅多ない、あ、でも確かに言われたらそういう法則あった気がする、ない、しかも見たことないじゃん、ない、確定なんすよ、あ、じゃあだからこの時点でもう二角だ、二角でした今、確定ってことはごめん、ってるなんでだよ、だからさ、なんで3個も、V、 V 来る、ある、 V だったらもう雨降り流れてるけどいや流れないよ、あ、そっか、うん、10になっちゃう、5連以上で流れなきゃいけない、あ、そうそうね、ほらざけんなよマジでよ、銀河、画面が暗くなって、うん、あ、このまま行っちゃうな、これこのまま行っちゃうやつだね、あ、行っちゃう、ふい、あ、こう、それ今薄く見て7とかあったら面白かったね、いやもう最高だったねそういうやつ、ね、そういうやつが欲しいわけ、我々はそういうやつを待っています、ね、そうね、おめえは本当凱旋に至ってはうまいよな、面目ないね、こればっかりは、なんでなんだろうな、こればっかりはね、面目ない、隣のキッズとその隣のキッズは外線に折れ始めたあいつら完全に折れ始めた、すんごい他の台見に行ってるぞ間に合え、このままでは間に合え、そして有言通り最初にでチェックした7ゲームの台が出てるっていう、公開させたるぞって、折れた、折れたな、折れた、ギブアップ、ギブアップ、折れた、折れた、ギブアップ、しゃーない、しゃーない、しゃーない、え、もうやだ、いや、やじゃない、やじゃないよ、やじゃない、だってゼウスステージスタートだから、あるから、ある可能性あるから、だってこれ4セットでしょ、そう、何パーループ踏んでんの、いや、ある可能性あるよ、もう8割ループ踏んじゃう雰囲気じゃんこれ、あるよ、だって3個、3個ね出てくれば4つあるよ、もう伸びれば伸びるほどだから、皆さん見ました、これ見ました、ストップは売り切れないから、見ました、今名言出た、え、凱旋のストックは売り切れませんから、じゃあそれ引けないだけだから、台が売り切れることはないから、台の中で、いや本当さ、金パルのストックは売り切れても凱旋のストックは売り切れませんから、貯めてるもんじゃないから、
今日はね、ナスママグッズミッションがかかってるん で、 せやで私文句言いません。そうや、だからまだ3000万いける可能性はある。ある、これだからね、ここに何か絡めたらあるよ。ヘイメニュー、まだ1000枚も浮いてねえな。おい、まだまだ時間的にはありえる。だこれだな。よし、ゴッドが欲しいぞ。今日はゴッドが欲しい。そうね、見せ場がね、ある意味当たって V でうわーっていうぐらいで、あとは大して GD 中はカットされる可能性あるからね、これなんか起こさないと。よし、今4連よ。はい、今日はあっても許すよ。野菜ないんでね。はいはいはい、これやばいじゃない、これやばいやつよ。はい、これやばいやつ。あーやばい。あー4つかだい。やー、これは弱か、これは弱い。よいしょい、まあ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 4連と、うん、なるほど、1回抜けての4連ね。ナンパーループだったか分かりませんが、60%ぐらいですかね、ぐらいかな。それより上ってなるとマジで薄いんでね。さすがにね、言ってたとしてもね、今のじゃ分からないですけど。え、今市川にがおきどきの最中にゲームやってくれということで出かけましたので、松本氏、はい、もう多分抜けると思うんですけどっていう、よくわかんない根拠の、行ってきた。おばさまの32ゲーム、しし、はいはいはい、特殊転売をさせてきましたよ。あー素晴らしい。リロ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 っておばちゃんが大喜びしてた。 DJ Good job っつって、ってなりました。多分抜けると思うんですけどの根拠がなかったんですけどね。いや、何か感じたんでしょうね、嫌な予感がするってね。何年目だったんですか、ちなみに。3連目。早いな、早3連目、早めに寄付しましたね。3連目。どういうこと、早めに行ったな。これはみんな見たか、みんな。これから代行は 1,2 の時代だぞ。いや、あの、俺は誰も見てないところでやることになるからね。うん、あいつが 1D かと。あいつが大体トントントンとかね、そのなんだっけ、そのパックマン打法とか、あとなんだタタンタタン打法かい。全部後半者俺じゃねえんだからさ、おかしいんだよ。それをやって俺が使って俺がやるっていうのは。だからもうね、こうみんな言うだろ、すごいトントントンのおかげで勝ちましたって言う人がいっぱいいるんだから、それ本人にやってもらうのが筋なんで。やっぱり松本氏、え、僕もね、うん、仕事でね仕事でね演出してるんですよ。私が本気で開発したみたいにされるとね、お前ぜひやってみてくれと、実演販売してくれと言ってくれても構わないぞみんな。中田さんやばくない？それ結構難易度高いよ。1枚ずつ乗せてってバシーって。あ、来た。あっ。バルドタクしてるんじゃないよ、時間ないのに。ギリ、うわ、ギリだ。ギリプラ。これあれだな、時間いっぱいハマると全飲まれしてしまうな。これはね、ある。いや、今日は意外とたくさんの方楽しい楽しい感じですね。もうね、やっぱ我々はね、そのいろんな出会いがあって楽しかったんですけど、これね、実戦はね地味だな。実戦は地味だな。外戦を打ってる割には地味だな。まあこれあれなんだよね、見てる人も確実にね、やっぱ現地に来てもらった方が楽しい。あ、まあそれはそうだね。確実に。それは、ね、多分僕らこんなわー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 なんかやってるの見れてさ。それはそうかもしれないよ。そうだね。あっと、珍しいね。怪しいね。ゼロハサミは。怪しいよ。意外と出ないようなゼロハサミって。出ないね。これはぜひぶっ刺して3連、さっきと同じやつね、欲しいよ。ここね、何でしたっけ、イエローバーニングね。イエローバーニング。はい、もらった。もうかよ、うめえなお前。
もう順調。天国がね、確定した後の砂嵐起点はね、激アツですから。激アツですね。激アツでございます。ただね、やこやこで突っ込んでないっぽいっすな。そこですね。あー、いいよ。お、ヒント。え、お、お、お、もうでもおるな、おるな。これはおります。本殿長中なら間違いない。ね。ぼちぼち決まるな、これ。ぼちぼち決まるよ。ここか、この前、これか、これの連続演出で決まる。はい、あ、下ってるやつ。あ、うわ、振動してる。じゃあコインを積み上がって。やる。やだよ。だってボケるんだよ。今大事なとこなんだよ、黄色くなるかどうかよ。消えるよ。あ、ここじゃない、レバーか。レバー、じゃあ寄ってあげるよ。イエロー、イエローバーリー、ホワイトディスティニー。俺マジ嵐さんにね、あのそそのかされてイエローバーリングって言った時だけ黄色くなったことねえからイエローバーリング成功率俺の中で 0% です。ホワイトディスティニーですね。ホワイトディスティニーですね。白い運命。青は何でしたっけ。ブルーレジェンド。ブルーレジェンド、それダイトじゃねえかってね。それ違う台じゃねえか。お、あっち。これ大事だね。これ多分ね、ウルトラ、ウルトラ大事だ。これウルトラ。反発だからね、おそらく。これでも G 層まで強かったらしい。これ伝説だね。閉店コース。こっから G 層まで持ってったら伝説だよこれ。閉店コースよこれ行ったら。ください。この1個が超大事。だっ、あー弱い。あーあれ無事。そうなっちゃいますか。そうな、おいね、こうなるんだね。そうよね。でけ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 。ただめっちゃ取る。めっちゃ取るんだけどね。ご連絡してくれないっすな。さあここは問題のですよ。3-0。おおおお、ひらかな天国だったからね。よし、おおおお、うん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 、お鏡が欲しい。ない。あ、いや逃したか。のーぐっとしたな、こりゃ反発。まあ子役では出てないんで 25% 振り分け負けって感じですよね。そうです。大体こうなんですけど ね、 普通はね。これデフォルトですね。そうですね。まだいる。まだいらっしゃる、多分。あ、強いね。いる、まだいる。強っ。当てよ。よくこんなに天国でパッと。これもう一回当ててね、あのイエローバーニングすればいいだけだから。そう。そういうこと。うめえ。よし、あとだ。うめえ。天国拾ったぞ、これは。これは拾った。これは拾った。よしよしよし。これはいるだろう。はい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 、はい。ああ、久々に見た。神殿。ブイゾロイ。ブイゾロイ。ブイゾロイなんてすることがあったらね。もう当初ですよ、私は。当初。当初？ああ、なるほど。びっくりして、当初になるのかと。当初。どこが冷えたのと。なんでいきなり俺が、ドゥンガみたいになるんですか。当初。違う、そっちの当初じゃない。あ、あの、やけどの当初。ポール4、ポール4。当初、ドゥンガかと思っちゃった俺。オッケー、よしよし、天国サシーノだよ。ドゥンガかと思っちゃった。37、東証ドゥンガね。ホワイトデスティニー。さあ、今完全に警戒してイエローバーニング口に出せなかったのに。なかなかループをつかめていない可能性がある。なんか偉いの引っ張ってきたいな。やっぱ赤ナだな。いやね、僕もですよ。赤七は G ストップだね。人の代でしかやってねえからよ。だからね、こうやってね、あの正体不明の出方、もちろんすごいね、楽しいっていうか、
醍醐味でもあると思うんだけども、やっぱねこうスカッとするためには何か引いてこないとダメですよね、やっぱりね。もっとの実践動画はもっと引くかどうかっすよ。一番はもっと引く瞬間って何回でも見たいよね。見たい。何なんだろうねあれ。人のやつでも見たいの。お前だってフリーズシャツ何回も見返すんでしょ。そうあれ何なんでしょうね。わかるよわかる。もちろんあれだよ、自分のだけじゃないよ、人のも。あれ何なんですかね、なんで見たいんだろう。なんで見たいかを言いつつそれを考えながらの木田高連成功。うめーこっから行くよ、こっからこうだ。あっつ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 あリップ 4、大チャンス、大チャンス。ここのリプレイも7分の1なのか。そうだな、通常時ここは通常時に戻るんで7分の1で、そうだね、 G ストップと初当たりもらえるのか。そうだね、初当たりと G ストップ1個、はい、G ストップ1個と初当たり。うわ大事、今日一の大事。ここに青の名を並べられるかどうか。どう、引けず。まあでもむずいよな、俺それ引けた試しねえもんな、そのタイミングで意外と僕得意なんですけどね。ダメだったわ、7分の1だもん。ダメだった。出た時期から考えたらあり得るだろう。いやだって分かんない、どんな、あまたリップ3で終わった。すげえ大事だ。すげえゆっくり電波落としてみよう。さあ4連がかかってますよ。あびっくりした。あ難しいね、ここね、つなげられないっすなーって。ここいる、ここしょうがないんだよな。まだテンパイなし。おら、熱いっすね。あーお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 ー、あきらめかけたその時、あちー、今のは誰も揃うと思ってなかった。諦めかけたその時、めっちゃループ持ってんな。まあこれね、いわゆる2度目の天国、1個乗せたんかな。1個乗せてます。じゃあまた3個持ってんじゃねえか。どうなってんだよ、マジで。どどどど、繋がってる繋がってる繋がってんの。うん、だからね、1個これループ1個目、ループ1個目よ。どどどどどど、それでもあんまりあながち許せない。それはもうあれですよ、モチベーションがめちゃめちゃになってます。ナスママクプロジェクト中だから出たら許すみたいなこと言ったと思ったらもう許せねえとか。情緒不安定な、情緒不安定なるよ。こんだけ嫌われたら情緒不安定になるよ。情緒不安定になるよ。あえどうしました。はい、そうです、123ですか。こんにちは、123ですかという回答にツイッター見てかけてキュン。あら、喋ってる間に松本氏がキナナ5連してますけど。あ、そうなんすか。おめでとうございます。ありがとう。はい、はい、松本氏写真を、お、今その角度でいいって。お、この角度でいいの。チャリン。オッケー、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。写真一緒に撮らなくていいですか。単独でいい。一緒に撮ります。一緒に撮った方がいいでしょ。撮ります。うん、いけるいける、全然いける。
ザダーン、すげえ余計なこと、ザダーン、すげえ余計なの聞いちゃった。もったいなかった。よしよし、乗ってきた、勝ちは見えた。皆さんは見ることはできませんが、今、HD が、ガンサトットットダホー、おーほー、一発目、1個、1個、1ゲームで1個です。コンプリートなし、1ゲーム目、なし、3ゲーム目、トントントン、はい、来た、カットイン、はい、カットイン来て、そして、はい、揃う、はい、来ました、はい、コンボフリーズは、コンボフリーズは、ない、はい、3ゲーム目、3ゲーム目、スルー、4ゲーム目いく、4個目、トントンなし、カットインのめっちゃ出る、はい、青カットイン来た、はい、青カットイン来た、青カットイン来ます、はい、スルー、平均値です、平均値でございました、150ゲーム、皆さんね、嘘じゃないっていうのがね、今結構出ましたね。1D は当初からトントントン打法はカットインがやたら引ける打法と、はい、言ってたんですよ。今ですね、10ゲーム中カットインの数なんと6回、そのたまに1回、意外と揃わないですね。分かった、ね、やっぱねでもね、大体あんな感じです、ペルセポの。カットインは出しますね、はい、でもやっぱ平均値をね、ちゃんと、スコア平均値届きましたから、ペルセポにはまあまあ得意なんじゃないですか。ハーディスがね、やっぱ苦手なんですよね。30枚目指してましたけど、はい、本気で地味に松本のお小遣いになるぐらい勝ちそう地味に、昨日負けた分ぐらい勝ってきそう。昨日負けた分には届かないな。そうか、これまたここでいるんだったらね、これここが出てきたらループです。でかいよ、え、おっ、まあ、納得のいないだな、1個だけだね、ループは。なるほど、あ、ちょうどぐらいか。そうだね、ちょうどだな。そうですな、ちょうどだな、ちょうど勝つようになってるちょうど勝つようにはなってないちょうど勝つようにはなってない、うん、別にちょうど、時間はちょうどだけど、別にちょうど勝つようにはできてないですよ。あ、そう、うん、たまたま店長となんか組んでるとかそういうことない、やってて、やっといてっつって、うん、30分前ぐらいからやっといてっつっていい感じに、いい感じにやっといてな、はい、というわけで、お時間が来たので実際終了でございます。プラスの3枚はキープしておりますが、果たして何枚ほどプラスで、ナスママグッズプロジェクト、そうですね、何枚縮められたのか外で結果発表させていただきます。お疲れ様でございました。お疲れさま。さあ、実際終了いたしましたです。はい、で初めての大阪府に那須賀ママにお邪魔しまして、ね、ベルサマックス、西成本店さん、ね、実践させていただきましたけれども、さあ行きましょうか。はい、本日は朝一からミリオンゴと神々の凱旋に、座りまして、門台ですね、朝、状態チェックをして、ね、キッズの方が角バチツン座んじゃねっつって7ゲームだけ回して移動した台を、うん、公認者として受け継ぎまして、投資の方が、初当たりまでの1万1000円でストップ550枚、そこからですねストックと絡めまして確定約ゼロ、G ストップゼロではございましたが、獲得枚数が、うん、1676枚、サマイスの方がプラスの1126枚でフィニッシュでございます。お上手でしたね。3000枚には足りませんでしたが、まあまあの詰めた、うん、確定欲なしにしては、頑張ったかなというところでございますけれども、ね、そこなんよ。だって昨日ね、僕はね、うん、確定欲2発引いてきて負けてんすよ。引いてる、うん、まあ、2万ちょいぐらい負けて、うん、君は何も引いてないで2万ちょい勝ってる、うん、勝ってる、どうかしてると思うな。いや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 、それをやれって言ったんだよミリオンよ。それをミリオンさんよ、それはね、やれって言ったんだ。だから分かった、これで判明したと思うんですよ、うん、あなたがあれだけ愛してやまないミリオンゴと神々の凱旋、うん、なぜ勝てないのか、はい、判明しましたね、これで。何ですかいや、だからストックが足りないんです。ストックが足りないんだよな。ストックが足りない。だからもう天国の時に、うん、いわゆるねパックマン打法だってこうやって狙えるんだったら、次なんかストック狙える、こうあれやりなさいよ、こう1個じゃ2個、1個じゃない2個じゃない、ループ
ループ、50%ループ、うぅ、うぅ、ゴラッ、それを考えてあれ、バイゲームツール無理だわまあね、 V1V って出た瞬間からもバイゲーム、60やれば、いやいやいや、あれね、やっぱ結局見たところでね、真似はできない、うん、結局、ざっけんねってね、怒り、ストレスが溜まっていくだけ、ただ、ね、ただですよ、はい、近づいております、あ、近づいております、なるほど、じゃあそちらを発表数字をくださいいたします、今トータル38,220枚、38,220ということは4万枚まで1780枚となっております、おほほ、見えたな、いよいよ来たな、見えたよ、まあ、ここまで刻めば次はまあ結構何打ってもっていう感じではありますね、そうっすね、まあもう何度も言ってるんですけど次こそは南国じゃないかしら、ね、まあご勝負のねお望み通り南国物語、うん、設置があればね、行きたいかなと思います、まあ、南国物語の面白さを世に伝えていくのも僕らの使命だと思ってますよ、まあ、でもね、時々と同じですよ、うん、ただ時々と違うのはね結構ねもうね浸透しつつあるよね、南国物語はやっぱ時々のおかげもあって、でも結構さ、うん、開いちゃってるとこ多いじゃん、もう ね多少ある、多少あるけどやっぱ置き時が耕した、うん、あの大きスロっていう畑の元なんで、うん、やっぱりね置き時よりはこうスッて浸透していってる部分はある、うん、ただねそれよりもう一歩二歩ね掘り下げてもっと楽しいぞ本当はってお届けできたらいいなとは思っております、本当に面白いんですよね、で、よくねあの置き時ばっか打ちやがってっていうねあのクレームをねいただく方たちが僕によくね送ってくるのが液晶ついた台打てよバカみたいな感じなんですよ、まあ皆さん安心してください、南国には液晶がついております安心してください、いやついてるな液晶あんなでかいの本当だ、上も下も液晶すごい本当だ、暮れない夕日沈まない夕日を1時間以上こう見続けるっていうね、押し寄せてくる波をね眺めながら打ってくださいよ、いやいやね、いやちゃんとみんな言われたら突っ込めよ、ね、そうじゃね、ね、そうじゃね、わかりました、じゃあねもちもち次決めたいですね、そうですね、多分全然ね、うん、DMM 側はね T シャツミッションまだね動いてないと思う、一切 ね DMM さんサイドは準備してないと思うんですけど、T シャツないし、ステッカーなど他のものもね、うん、多分、もう達成しちゃうんすか、マジっすか、な、伊藤見てろ、もう達成しちゃうぞ、そうだぞ、我々はね、せいております、そうっす、伊藤君聞いてますか、せいております、我々は、はい、ちゃんと準備してください、ね、準備してください、もうできちゃうよ、はい、準備、ね、もうグッズの準備も多分企画段階もともかく、なんだったら企画立案、そのいうもろもろの内容我々やります、あなた方は、しっかり、マニーを準備してくださいそう、角が立つ言い方だけど、まあまあ、我々はね、我々の我が国我がままを通すだけのマニーを確保していただけます、ね、マニーをといった感じでね、はい、早いところ皆様に何かお届けできたらと思いますので、そしてまたいろいろ一緒出ましたでしょうか、そういったところの楽しいところも掘り下げてまいりましょう、うん、というわけで、無事、大阪初陣勝利で、夏が主に終了でございます、はい、また次回お会いしましょう、さよなら、ありがとうございました、大阪最高、イエス、今日だったらな、マジで戦えたな、今日だったらな、今日だったら道頓堀戦えた、フレッシュ、フレッシュに行きたかった、やっぱり今日だったらね、うん、行けたもん、そうね、もう3000円で1時間なんだけど、うん、つって言われても今日行けた、お疲れ様、東京に帰ります